俳優の杉浦太陽、タレントの辻のぞみが9日、都内で行われた、ノーリツ4-2030、厨房新商品発表会に夫婦揃って出席。辻は声ガラガラの状態で挨拶して会場を驚かせると、すいません、ちょっと声帯が急に。声が出なくなっちゃって、お見苦しいというか、お聞き苦しくて、と申し訳なさそうに語った。昨日8日に、自身のブログで、謎に声だけが出ない、と明かしていた辻。今日になっても声が出ず、かすれ声での登壇となった。杉浦が、歌いすぎたのか、と冗談を話すと、歌ってない。喉が痛いとか一切なく、ちょっとずつ出てきているんですが、と苦しそうに説明。声が出なくても、私が思うことは全部伝わると思うので、と、杉浦のフォローを期待した。杉浦は、こういう時こそ、結婚、16年の絆が試される、と意気込んだが、辻のガラガラ声を聞いて、誰やねん。キャラ変やで、電話するとずっとこの声なのでめっちゃ笑うんですよ、笑、と笑いがこらえきれなかった。この日の発表会では新商品のガス台でステーキを調理し、さらに試食と食レポも行った。予定されていたすべての段取りが終わると、杉浦が、プロですね。オープニングより声が出ている、と指摘。辻も安堵の表情を浮かべた。